ゴルフネットワーク4日間お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。改めて4日間振り返っていかがでしたか？いやー、終わっちゃったなって感じですね。まあ本当にもうメジャーとかこういうプレーオフとかこういうプレジデンスカップ、ライダーカップっていうのは僕らしゃべる側もちょっとこう気合い入るっていうかね、普段の試合よりも熱量高いんで、また一つお祭りが終わっちゃった感じで、今ちょっと軽くロスト感が出てますけど、どうしてもプレジデンスカップはこう世界選抜目線になってしまうんですけれども、まあそうですね、この松山選手が出てるのもあるし、今回僕同級生で高校時代から友達にしてもらっている丸山選手が、ね、バイスキャプテンやってたのもあって、まあ、余計肩入れして見てましたけど、まあ、結果残念でしたけども、なんかね、やっぱシングルス松山選手がすごい勝ち方したのもあって、負けたけどなんかちょっといい気持ちみたいなのはありますね。お話にも出ましたけど、シングルス、はい、まあシェフラーとジョホルでしたけれども、改めてプレー振り返っていかがでしたか？もう素晴らしいの一言ですよね。素晴らしいってのは、今日のプレーがまあ全部すごくね、特にショットはすごかったんですけど、昨日の敗れ方、負けたのがイム・ソンジェと組んで、その松山選手が短いパット外して、結構ショッキングなリアクションね、こうちょっとこう顔を覆うような、頭を抱えるような、もうやっちゃったっていうような、だから本当は本人は本当申し訳ないっていう気持ちで、インタビューでも言ってましたけど、もう本当ちょっとゴルフやめたいってなるぐらいのこうどん底なこう精神状態から、そっからですからね。そこからこう、まあ、切り替えてインタビューでまた言ってましたけど、いつ以来かなっていうぶりぐらいにいいショットが今日打てたっていう、ああいうこの追い詰められた時にああいうパフォーマンスを最後にするっていうのが、もう本当にこう強い人の普段のああいうストロークゲインでの数字とかに出ない強さですよね。ああいう人がやっぱりメジャーを取る力があるんだなっていうのを改めて今日松山選手の強さをね感じました。頭抱えるシーンもありましたし、今日こうギャラリーを煽ってっていうシーンもありましたけど、こう松山選手のああいうなんていうんですか、そういうところってあんまり見ないと思うんですけれども、まあ、このカップ戦の中でそういうふうにさせるこうカップ戦の魅力っていうのはどんなところにあるんですか？まあ、ああいうそのあれはまたその松山選手のキャリアがね、もうだいぶその新人、若手からもう中堅、ベテラン、もう世界選抜チームからしたらその精神的柱みたいな存在になって、そのキャリアがまたああいう行動を起こさせるというか、あれ多分もっと若い頃だったらもう自分のガッとプレーに入ってあんまりその外に何かをするっていうのはあんましなかったと思うんですよね。だからでまた今年はこうオリンピックもあったりっていう、その松山選手の中のなんかこうナショナリズムみたいなのが多分高揚した年でもあるんじゃないかなっていう気がしますけど、でも本当にああいう普段見られない松山選手に限らず普段クールな感じの人が熱くなるのがこのカップ戦のね面白いところで、ああいう姿が見られるっていうのは本当見てるこっちも興奮しますよね。今日シングルス12マッチ行われましたけど、はい、まあ松山選手、シェフラーに勝ちました、他11試合もまあどこを切り取ってもいい組み合わせだったと思いますけど、その中で信人プロ、印象に残ってるマッチっていうのはございますか？シングルスでいうと、やっぱ最初のザンダー・シャーフェレとジェイソン・デイのマッチの、ザンダーですよね、1番手を任されるっていうのは、一番そのなんか流れを作る、一番調子がいい人とか、流れを作ってくれる信頼のおける人を1番手に据えるわけですよ。もちろんアメリカリードしてて有利だから1マッチ目落としても全然勝てる可能性は高いんですけども、でもあそこにやっぱり据えてそれに応えるすごい活躍で、途中もうハーフぐらいで4アップとか5アップとか行きましたよね。で数字のボードっていうのは各所に全部乗っかるわけだから、他の選手スタッフもみんな見るわけですよ。であれが1組目にドーンって出るっていうのはやっぱアメリカを一気にねこう元気づける、あそこはキャプテンのジム・ヒューリックが1組目にシャーベルを入れたっていうのはもう今季のメジャー2勝している活躍であるとか、このカップ戦の最中もぱ絶大な信頼。2年前ぐらいだったらまだザンダーってここまでの信頼度ではなかったような気がするんですよね。すごい選手ではありましたけども、本当の土壇場の精神きついところで今みたいな活躍をするかっていうと そこまででもなかった感じがするんで、本当に今年はザンダーの強さが桁違いに上がった年で、またこのプレジデンスカップでもそれを見せましたし、ファーストマッチは強烈でしたね。4日間通して初日 5-0 でアメリカが取って、はい、2日目 5-0 で取り返して、あれびっくりしましたね、はい、初日の 5-0 もちょっともうショックでしたけど、これ初日は昔はフォア様が多かったんですよ、うん、で19年のメルボルン そこまで途中、初期は結構フォアサム世界選抜もまあまあ頑張ってる時だったんですけど、中盤がもうほとんどフォアサムはアメリカで、フォアボールとかシングルスはまあ互角に近いぐらいの感じだったんで、だからいきなり弱いフォアサムを持ってくるよりはフォアボール先に行って、当時ねエルスキャプテンがまあやってで検討したわけですよね。だ今回それもまたマイク・ウィアムを引き継いでフォアボール先持ってきて、先にこういい戦いをっていう予定がいきなり0-5スタートでもう絶望的な気持ちで、僕らもそしたらフォアサムでまた下手したら先輩に近いものやったらもうなんかシングルス迎える頃にはもう終わっちゃうんじゃないのみたいな、そういう悪い想像もねしましたけど。フォアサムで世界選抜が全勝するっていうのは今まで1回もなかったんで、まあ、新たにまた歴史的な、ね、ことが増えて、僕の前前例ができたんで、もうちょっと今度考えるときはなんか幅が広がったというか、はい、そういう感じです。まあこの後プレジデンスカップに出てたメンバーが日本に来る、アダム・スコットも日本オープン来ますし、うん、その後の ZOZO でも。うん、結構出ましたよね、はい、世界選抜チームの方が特にね、アメリカもそうか、うん、もうコリンもザンダーも来ますし、誰だっけな、シガーラとかも来ましたね、シガーラも来ますね、マックス・ホーマンも名前なんだろうな、あとね、出てないけど、ジャスティン・トーマスも来るし、なんで、日本でもこう見られるっていうのは。うん、日本のファンにとってもいいのかなと思いますけど、いかがですか？いいですし、出る日本の若手選手にとっても、日本の若手選手も多分プレジデンスカップとか見てた人いると思うんで、そういう人がその見てた人と、ね、習志野で戦ってまたテンション上がってっていう、その選手としてのモチベーションとかこうテンションが上がるっていうのはすごいこう選手にとって大事なんで。本当にもういい機会ですよね。見るファンも楽しめるし、いいイベントです。